で、クロちゃん、あれ2枚しかなかった、向こう2枚しかなかった、多分おしっこを通ってなくて、はい、じゃあ結果ね、いいよ座って。クロちゃんの結果ですけど、こんな感じなんですけど、これ出てもわかんないから、ということで肝臓の数字が、まあ、下がってきてるけどね、 ALP がもともと高かったんだから、ちょっと下がったり上がったり下がったり、まあちょっと正常までいかんかもしれない。まあでもガリパージは膵炎はないね、ずっとこれは低いから。ガジン機能を見る尿素窒素とクレアチンはまあもともとそう高くないから、ただかえってさ、これ下がってきてはいないか、まあ一応正常です。腎機能はね、脂質代謝は正常です。電解質のバランスも正常じゃないか。ナトリウムはちょっと低い。ちょっと電解質のバランスがちょっと崩れてるよ。でカルシウムが低い。あ、そうか、ここ言うのせいだ。一番せいのタンパク。タンパクが低いんですよ。今まで 5.5 つあったのがさ、ね、4.3 になっちゃってるからさ、栄養が足りてない。でアルブミンが 2.1 分下がってきてるから、低タンパク低アルブミン血症になってくる。こうなるとカルシウムも下がってきてる。これと関連してる、低タンパク血症。だからこれカルシウム足すだけじゃダメだから、栄養を取らせる。だからちょっと増やしたい。そう。だからリンガは正常だね。血糖値がめっちゃ高いんだよこれ。なんでかこれちょっとクエスチョン。じゃけ興奮するか上がるとは言っても、これだってこのつって申請してからだろ。申請してからですね。はい、でもね、おかしいね。僕はミスかもしれないね。ずっと別に上がってなかった。そうで、まあ先にじゃあこう飛ばすと、はい、糖尿病だとこの各2週間の血糖値の平均が上がってくるけど、まあないから、はい、これちょっとおかしかったかもしれないね。白血球数が8100。これで見るとだいぶ下がってきてるね。そうですね。だからこれが設定の、うん、こいつが要は赤血球がさ600万、最初700万あったのが650、600で400になってるからさ、明らかに貧血になってるからさ、うん、それに伴ってヘモグロビンもヘマトクリトチンも相当減ってるよね、うん、だから貧血してます。で、血小板はまあうん、まだ多い。炎出血があるから炎症がある。あ、炎症があるから出血があるからそれを止めようとして働いていると。T4 は甲状腺ホルモン、まあ正常です。ただまあ正常でいいですね。シスタチン C は腎機能を見るんだけど、まあ一応正常です。CRP は、まあ、これ下がってきたね。最初結構高かったよね。0.2 正常になってます。糖化アルブミンも正常。これね。胆汁酸がさ、これは絶食時だからさ、5以下なの、正常は。今までは引っかかってこなかったんだけど、一応今回ちょっとちらっと見といたんだけど、高いです。これが一番の肝機能検査だからさ、肝機能はちょっと落ちてる。いくらこっちが正常でもこれが高いというか、今まではこっちが引っかかるけど、こっちは引っかかってこなかったんだけどね。だからこの肝機能が落ちてるっていうのもさ、タンパク落ちてることも原因してると思うかなと思います。だから現状が今が今日の夜から131でしょ。で131でしょ。はい。だけど本当はさ、5% 増やしたい。10% で13じゃん。はい。ってことは6から7。とりあえずまあ1増やしたからさ、ここを基準にしてまあ6だね。はい。うん、まあじわじわ増やしてって、はい、いきなり136にしないで。はい。わかりました。うん、1日ちょっと様子見ながら、それかもう3回やるか、1日3回そう。そうすると、まあ、1回量が少なくなるから、うん、1日量、はい、そうすると全体量、ね、要は1日量で今260でしょ、はい、でこれを 5% 増やしたいの、5から10%。いきなり 5% 増やすと吐くと困るからさ、13増やしたいわけだから。なかなか1回にそんなに確かに130とか多いからさ、はい、だからその今の量ではどんどん下がっていっちゃってるから、これではなかなか骨がつかんからさ、ちゅうことです。じゃあこれは体に貼っといてね、はい、これは家に持って帰ってください。はい、じゃあその時は。はい。